皆さん、こんにちは。サクソフォン奏者の宍戸義之と申します。よろしくお願いいたします。皆さんは、サクソフォンという楽器をご存知ですか？きっとご存知ですよね。サックスなんていうふうにも呼ばれたりします。なぜサックスという名前なのかご存知ですか？はい、実は作った人の名前なんですね。正式な名称はアントワーヌ・ジョゼフ・アドルフ・サックスさん、通称アドルフ・サックスで通っております。この方は何人かご存知ですか？はい、正解です。ベルギー人なんですね。ベルギーのディナンという町があるんですけども、ここでアドルフ・サックスが生まれます。お父さんのシャルル・ジョゼフ・サックスさんも実は楽器を開発する楽器製作人だったんですね。その影響でサックスも大人になってから楽器を作っていくようになります。サックス以外にもいろんな楽器を開発したり、または改良に携わったりしているんですね。ちょっと豆知識なんですが、サックスという名前はベルギーではとってもメジャーな名前ではないんですね。とっても珍しい名前で、アドルフ・サックスさんの家以外にはほとんど聞いたことないな、なんていうふうにディナンの町の住人から聞いたことがあります。または昔サックス家がもう一軒あったけど今はいなくなっているね、なんていう話を、人の話を伺ったことがあります。さて、アドルフ・サックスさんはベルギーでサックスを作ったわけではありません。バスクラリネットの改良をしている時にサックスの構想を思い立ったとも言われており、パリの工房に移ってきたのが1840年頃。その頃から正式にサクソフォンの開発に着手していくことになります。そして展覧会などで展示会を何度か重ね、1846年、この時がサックスが誕生した年とされております。1846年でいうと日本では江戸の末期ですね。まだまだ武士が刀を振り回している時代、そんな時代にアドルフ・サックスさんは楽器を開発するわけなんですが、ひときわ思い入れが強かったために自分の名字をこの楽器につけてしまいました。その後、かの有名なパリ音楽院にサクソフォン科を設立して、この楽器を世に広めるためにこの楽器を演奏する人を育てなければならなかったということで、自分でサクソフォンの先生としてパリ音楽院で教鞭を取ることになります。やがて百何年経って日本にもサックスが伝わり、日本では吹奏楽としてサックスはとても有名になりましたね。二人の姉がおりまして、その影響で僕も中学校でサックスを始めることになります。迷わずサックスを選び、今日に至っております。高校、大学、大学院、そしてサックスができたフランスのパリに住んで現地で音楽を学びました。そんな中、2011年に東日本大震災になりまして、自分の故郷が南相馬であり沿岸沿いだったんですね。実家が津波で焼失しまして、もう留学は終えて帰国しました。家族はみんな生き残ったんですけども、2年後の2013年に母が癌を患ってしまって、そして闘病の4年目にあたる2017年に、母が闘病を少しでも頑張れるように、もっと元気になってもらいたいなと思い、16曲の曲をレコーディングして母に捧げました。その中で心という曲を自分のオリジナルとして作曲したんですが、それを母が聴いた時に、なんだかこの曲を聴いたら涙ボロボロ出てきてな、お父さんと先祖の供養に行ってきたよっていう話を聞きました。まあ、それだけでも母にこの曲を作った意味があるなと思いましたし、母が喜んでくれたんだなと思うと、本当にあの時心を捧げてよかったなと思います。まあ、その3ヶ月後に惜しくも母は他界してしまうんですが、その時に母にこのアルバムをプレゼントできて本当に良かったなと今までも思っております。そしてその経験が自分のクラシックアルバムの制作につながっていくわけですね。
これもまた母が残してくれたことかなと今でも感謝しております。続いてはその心をお聞きいただきます。冒頭は母の実家から見える田園風景、そして嫁いできて宍戸家の風景、そこに自分の好きな耕運機のエンジン音をかけるエンジン音などがちょっと描写されたりしております。後半は母へのありがとうという思いいっぱいのメロディーとなっております。それでは心をお聞きください。どうぞ。
ありがとうございました。いつか本当に皆さんの目の前で演奏できる日が来ることを願っております。それまで僕もサクソフォン奏者として頑張っていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。